どうもこんばんばは、くにおですえー、太田遥ちゃんについての動画を2月28日に、えー、上げたんですけどその反響がくにおチャンネル設立以来のまあ僕にとった大反響ということでこの回答ですかね、えー、コメント欄たくさんいただいたのでちょっと回答というかまあ僕としても検証みたいな形なのをコメント書いても YouTube だからちょっと弱そうな感じしたんで、えー、動画でお届けしたいと思っております。お付き合いください。じゃあまあ最初にこれ振り返っていきましょう。えっ、ー、とねこの鈴友さん情報漏洩した他のメンバーが事件に巻き込まれてもおかしくなかったのでっていうものなんですけどこれね、えー、分かりますよ。でも分かりますけどうん。 進めていく上でさ、あのリーダーの竹がかわいそうでやるせないっていう風なのにな,なるんです僕もなるんですよ。だけど、チーム進めていく上で、どのバランスで誰がっていうことを考えたら、僕もっと年齢近い人たち、メンバーっていう方が、なんか気持ちわかるんじゃないかななんて思うとこありますね。ね、まあもちろん竹はかわいそうです。同意、これ同意ですね。ね であと、ボラさんで。おっしゃる通りです。若い子にセカンドチャンスはあるべきで、ね、大事件ならなくてよかった。その通りだと思います、うんあの。賛同いただきありがとうございます。続いて、ノンさん。これもね、活動休止でよかったですよね。ぬるいって言い方もね、あると思うけど、16歳の女の子だから、ね、チャンスあるし、ファンだということで。ね。はーちゃん戻ってきて。 ねそういう活動しやすい環境を作れたらいいみたいな回答ですね。その通りです。<laughs> もうこの辺最初の方は多分なんか分かってくれてる人が見てくれてる感じね。ありがとうございます。で 919NKTN さんで頼れる人がハローにおらんかったんやろうな関西弁ですね。いいですね。 同期もリーダーもグループとしてははーちゃんに寄り添えんかったのは事実と。お女オタは伊勢と遊んだこともインスタに載せてたしなんかなと。あの切り込んできましたね。まあこういうことですよ。ね。僕ね女オタでよく言う,言うじゃないですか。男性オタも同じことをよく使ってると思うんですけどこれね性質違うんですよ。特に若い 女女性の女太田気分を害されたら申し訳ないけどその該当する女性を歌連中というところ20代のねあの接触ありからでファンになってる人たちってあのもうなんかハロープロプっていう、僕お店だと思ってますね僕がはハロープロ40代の男性ってどう見てるかっていうとハロープロっていうのはもう一つショーケースで、えー、まあタレントなんですよ。隣でで会,会えたり触れなくてもいいんですね で、触れたりとかしちゃうのを触れたゃ楽しかったりそれはそれで楽しみ方分かったんですけどをファーストでなんか考えてないっていことです。まあちょっとこれはままた説明しましょう。という感じなんで「えー、女ウォタの乗せてた人っていうねこのなんかなーってなってるんですけどここなんかあれですねえ切らないんでしょうね。わかりますわかるよ。 うん、でも生き物としてのこの成立の仕方が違うって考えたらなんかヒントあるような気がしますねはいじゃあ続きましょうえっ、ー、とこれなんて読むんだまあともひこさんでいいかともひこさん新メンバーとしてハロプロ研修生北海道の橋本リリカちゃんを入れた方が良いと思いますはあ,あちゃんと昔同じグループにいたらしいしと、まあ、これはまあ話題のすり替えですね <laughs> いいですけど そういうこことととかかどうかといううういいですよね。うんまあ、一そういう判断もする事務所とか大人はいるかもしれないですね。はいじゃあ次行きましょう。これはビアンコネロさん。どの程度の情報をリークかは知らないが NGT みたいなケースになる可能性だってあるので子供だからって許せる話ではない。本人もそうだが周りの大人メンバーの責任は重大。 ちゃんと教育できなかったってことですからと。来ましたね。うん、まあプロだから子供とはいえプロだからっていう言い方だと思いますよ。16歳どういう年齢かというふうに考えたら中卒で、えー、就職して、まあ、就職ではなくてもいいんですけど社会に出て仕事をしているというふうに考えたらまあもう大人扱いで僕はいいと思います。で尾田遥ちゃんもいいわゆるそういう ところの部類大人扱いでいいというなんていうのかな片足いや思いっきり足突っ込んでるからって言うかもしれないけどまあ、僕から見たら片足突っ込んでいてただ彼女という成り立ちがどの辺のバランスなのかなって考えた時にそれを大人として判断していいのかどうかということですよね。ただやっぱり年齢とその制度っていうのは数字でね一応法治国家というのはねあの。 数字で分けてるから。まあこれ別に法に接したわけじゃなくて車則なんでしょうけど。うん。言いたいこと分かる。あのこれは連鎖のことを多分指してるんでしょうね。その周辺の。これ一理ある。で、厳しく言いたい人も立場が立場ならそうでしょう。次行きましょう。このアレックスさん。話のテンポが遅くて、あ僕のことですね。正直かったるいなと。半分の時間で話せると思うし。 最速とはいえ内量が薄すぎそして口ならす癖直した方が感じ良いと思ったまあこれはあれですね僕への指摘ですね頑張りますすいませんじゃあ次でいきましょうえっ、ー、とこれは読めないな可能性まあ調べておきますなんとか遠さん情け無用の首でいいよ案の定だそのうち48のように腐敗するもしかしたら腐敗が始まってるかもな うん、強い意見ですね、うん。これは僕違うと思います。どうしてかというと情け容赦なくっていうことは全然、うん、僕違うと思うな。であと48のようにってこれ,これも違う構造が違うから。ね。だからこれ違うんですよ。 勘違いい、ね、しちゃいがちゃがだけど、うん、でもねもうなんつうの他の推しがいてそれがハロプロで同じことを起こってっていうのが出てくるのを恐れてる発言かもしれないですよねはいじゃあ次行きましょうじゃあ,あ後ろに吉さん後ろに飾ってあるサイン入りのポスターみたいなのいいなとこれもちょっと関係ないけどこれでしょうね これあのメキシコ公園行った人は、まあのビップで入ったらもらえるやつです。そ,そんだけです。あのどっかでお見せします。それでいいかな。じゃあ次行きましょう。これは足立さんかな。ねはあちゃんの件ですが以前からネットで女太とつながっていてアンジュルムの個人情報が流されていると言われていましたが事実と分かり処分が発表されましたが。 はちゃんも悪いが、事務所がさらに悪い思います。未成年で、量済みだと思いますので、えー、これ続いてんのか。事務所の監督責任は重大だと思います。昔は事務所もマネージャーも厳しかったと話に出てきます。娘に関しては厳しいリーダーや教育係の先輩が言いましたよね。アンジュは彩やがいるときは横並びで良かったですが、今は悪く作用しています。 アンジュはサブリーダーダを育ててこなかったのが悔やまれまれす娘はあゆみん小田作エリポンと整ってますよねえー、事務所は鈴木愛理事件で学んだんじゃないんですか注意をしてきたとのことですがそれなら気をつけると思いますが私の会社ならクビですよ今アンジュ王でやってますがアンジュ大好きが必須条件ねだと思います あとツアー帯同させて本人たちの資質を見極めてほしいです。うん素晴らしい,い,い長文でご,いご自身のご意見も織り込まれている、ね、文章だと思いますけどわかりますよ。わ、うん、かるけどこれさ、うん サブリーダーを育ててこなかったってところはサブリーダー多分育って育てるっておかしいんだけどリーダー候補を育てるってことだと思うんですけどこれも僕綾音が川村綾乃って言ったんで川村綾乃でいいんですが川村綾乃ちゃんに太田遥を見させるってこれおかしいんですよね。ででじゃああのタイミングで がそれをやれたかとかっていう話ですよね。もう構造上タイミングの問題ですよ。でタケだったかって言ったらタケだったんだろうけどだろうけどでしょう。うで,で事務所批判ってなるのもそう,そうなると理詰めだとそうでしょうよ。でも 事務所批判したとこでそれがその構造じゃないですかそのタイミングの構造じゃないですかでこれ,られだと思いますね僕は今は今でアンジュルム全然あの軌道に乗ってはる <laughs> と思ってるとは言わないけどあのアンジュルムの中ではいい感じの谷だと思ってますよ、うん、こ,れこれで終わるってグループじゃないです今経験したメンバーがめちゃめちゃ強くなって目の前現れてきますもうそれだけだと思ってます でここはあのオーディションの話ね。この確かにこのタイミングでアンジュオーディションというふうに考えると2つあると思うんですよ。一つはあ「やべえなアンジュやめとくか」っていうのと「いや今行きゃチャンスあんじゃん」って捉えるかっていう。後者が絶対正解。それぐらいしたたかな女入ってほしいですねあ。女って女性が入ってほしいですね。失礼。ね,ねツアー帯同させてとかねこういう慎重な。 見方とてもよくわかるこの方はよく考えていらっしゃいますねそしてご自身の意見もしっかりされていらっしゃるありがとうございますであとこのアンバー・リーフさんこれ日本語が母国語じゃないけど誰か教えてくださいで多分これに安藤さんが回答したのかなっていう感じだねルール違反と分かったけど彼女は何をしたんですかネタバレツイッターで言い過ぎましたかみんな推測してるのまたははっきり分かってるんですか全然わからないっす 結構母国語じゃなくてももう90点以上の日本語だと思います僕より下手したら上手ですでこのなんか調べたらロシア語圏なのかもしれないねあ行くのかなあれ,あれロシアの人ったら行けるのかねあのウラジオストック的なとこねそれ俺なんか行ってレポートしてやろうと思ってるからちょっとそれも楽しみにしてて まままあああそんなな感じかなあどう、まあ、あとご意見ね今後もあったらお願いしますよで太田遥香ちゃんアンジュルムこれでねあの本当に動画検索して見ていただいた方多いんですけどもう僕の意見って前のこの動画で言った通りで若い人に何か失敗したからといってはい×罰みたいなのってなんか全,全然しっくりきてないんですね。 そ,それも考えてそういうリスクもありながらあのやってんじゃないんすかっていう感じだから監督責任どうこうも問うのもいやいやこのマーケットってそういうマーケットだからってう、うん、だから怒ってもしょうがないしこれなんつうのまったく本当に法律に増えてるとかって話全然別ですよ、うん、だけど この構造と今の接触があるシステムの中で十分読めた、<laughs> 予期できた案件なんですよね。これでなんか、なんていうのかな、首っていうのが一番なんか一番しっくりこないかな。反省して改善して、それでステージ歌、ダンスで返しちゃいいんじゃないですか。なんかそんな感じ、僕は。ね同じこと繰り返すようであれですけど、まだまだ意見ありましたら聞いていきますし、 せっかくですからディスカッションできればと思ってますまとめますと10代の女の子が僕はそんなに容易く越えられるような壁じゃない壁を越えて、えー、ハロープロジェクトのメンバーになっていて頑張っているシーンを見て感動している側ですその感動を積み重ねたたくさんの感動と比べてこの事件がどれぐらいの比較,比較対象になるものなのか そういうことがなんか世論ちょっと怖いなぁと思って見ておりましたそんな感じですに尾チャンネルが今日ひとまずこんなコーナーも設けてみましたまあ高評価悪い評価いまいちんか結構落ち込むんですけどコメントいろいろやってくれたら嬉しいっすそんな感じでじゃあ今日はまたねということにしましょう深夜にお付き合いありがとうね